起動。バトルシーケンスを開始します。こちらのターンです。抜きやがれ。こいつで行こう。なんか結構な人がまた戻ってきているようですので一応言ってきますね。ここにあの試合成績の状況がパソコンに出てるんですが、ご覧になりたい方は見ていただいて構いません。で、基本的にマッチングの基準っていうのはウィン・ルーズの数でやってます。最終的な勝敗もポイントでじゃなくてウィン・ルーズの数が基本なんですが、ウィン・ルーズが一致したときにポイント差になります。だからルーズだけで高校で4点の人間と1回だけ勝ってあと全部先行で負けた人、この場合は1回勝って先行負けの3点の人間が勝つことになります。ただ後ろの方にその勝敗数は書いてるんですが、集計間違ってごめんなさいっていうこともあるかもしれません。ただ下位の順位になると思いますので、それについては。ちなみに、ここに今表示されているツールは、ネットからパクったものです。皆さんも探せば見つかります。はい、というわけで試合の方を見ていきましょう。ラウンド3、現在はターン中は先行、ライフはお互い減ってませんね。ソードファイターを出してフルーツ食わせて、5000のソードファイターアタックつったら7000になる。そのままターンエンド。さあ、ラウンド3後攻ターン、シャガブさんは何をしてくる。さあ、崩壊ショット、これは強制的にブロックさせる。相手はアントワネット。さあ、スカッシュに発動。さあ、これに対してアントワネットどう動く。さあ、アントワネットの方はそのまま殴られて、5シュート。さあ、バグダルマンはレベル2になるが、このレベル2レベル3にはしたくない。さあ、そのままターンエンド、先行の方に移りまして、ラウンド4。お互いのライフが4ラウンドまで進んで全く動かない。さあ、これ劣化の侍登場。さあ、ここで問題児、ソードファイター殴りに来る。ソードファイター7000とか久しぶりに見てよ。さあ、これ劣化の侍ブロック。さあ、スカシン発動。さあ、これにどう応える。さあ、ソードファイターそのまま突っ込んでいく。ジーバック。さあ、これ劣化の侍もレベル2になる。さあ、これからどうなっていくことやら。ラウンド4ココタン。さあ、猫が出てきてからのワンセットからの、さあ、劣化侍アタック。さあ、これに対して劣化の侍でブロック。さあ、これでスカシン、これで劣化の侍相手の方のレベルに上回る。さあ、応答してきた。あれ、さらに追い返して、1万2000対1万1000。さあ、これはさすがに1万の方負ける。さあ、レッカの侍レベル2になりまして、そのまま何もなくターンエンド。さあ、ラウンド5先行ターン、ここまでライフの動きはない。さあ、ダルニャン出して CP2 回復。まあ、実質的に2で出る5000ですね。さあ、レッカ侍レベル2でアタック。さあ、これに対してどうする。これはブロックせず、こいつで行こう。さあ、さらにクマティーナ登場。さあ、クマティーナアタックという。さあ、これに対してさあ、応答はしなかったですね。このまま1点食らう。ブロックと言ってしまうと、さっきのだとトリガーで4000アップ。
さあこのままワンセットしてターンエンド、ラウンド5後攻ターン。さあバグダルマンアタック、これに対してどうする、コンビネーションアタックしていた、これはブロックと言わなかったのが正解だったようですね。さあこのまま1点食らってお互いのライフが5対6、まあ、ここでねあの点数が5対3とかになると例の野球を思い出すんですけれどもね、だいぶ古いですね。ネタの方分かる人いるんでしょうか。さあ、ナギが出てきましたね。ナギ登場までで、ターン終了、ラウンド6先行ターン。さあジョーカーも入ってくる。あソードファイター登場。さあまずここでダルニャンがアタック、さらに崩壊、対象はキャットブル。さあここは相打ちですね。さあここで何事もなくターン終了、ラウンド6ココターン、相手にもジョーカー入った。マセトからの、虫登場。あとグライドビードルって言った方がいいんでしょうね、きっとね。ほとんどの人が虫って言いますんで。言うよね、虫って言うよね、言うね。さあ、これでジョーカー、インピラル、9000点のダメージを誰に与える。まあ、ですよね。劣化の侍に9000点。これで落ちて、からジークフリーと登場。さあ BB8000 貫通持ちがアタックという、これをブロックスケース、このマスル、ライフは5対5。そのままターンエンド復帰なので実行度警戒復帰してターンエンド、ランク7先行ターン。さあナギ登場のフルーツ食わせて6点。さらに劣化の侍も出てくる。さあそのままターンエンド。さあラウンド7ココタン、お互い結構ライフ的には膠着状況が続いておりますが、そうだよ、劣化の侍出てきて、ディグイとアタック、これについてはブロックしない。ライフは5対4。あこれは特にあとは何もなくターンエンド、ラウンドエッジ先行ターン、ここからどうなりますね。お互いフィールドはライフじゃないや、ユニットが5対5を見ております。さあ外ファイターアタック、さあこれはそのままスルーされてきましたね。さあ4対4、ソードファイターそのまま撤退。ここからウィンナー登場、赤属性ワンドロー。さあ出てきたーマーヤ登場、全体1000マイナス。
さあ、ここでジョーカー、お、全体貫通、初めて言いました、全体貫通。さあ、アタック、おっと、ここはバグダルマンでブロック、貫通持ってるから通ってしまう、ライフは3対4までなる。さあ、これでターンエンド。さあ、全員貫通持ち、クバッティーニャはおるか、マーヤまで貫通、見たことねえ。さあ、これに応答しまして、エレクカの侍登場、マーヤのせいで BP が下がる。実際つい最近 A 隊に上がりましたけども、あのマーヤ多すぎて結構うんざりしますよね、あとビシャモンと。多分みんなが同じことを思っているんじゃないかなと思うんですが。さあ、ジグリとアタック、これに対してどう答える。コンビネーションアタック、スルーされて3対3、かなりの接戦。さらにデカオさんがアタック、これはスローアップで1000プラス。さあ、同点になっているが相打ちですね。さあ、ラウンド内で戦後さんブロックナイトを出してドローしてそのまま撤退。さらにナギ、ナギ登場からのクマティーナも下げる。さらにナギ、めんどくさい、自分だったらそう叫んでます。さあ、レッカの侍アタック、これに対してはブロックせずライフで受ける。さらにナギもアタック、こいつもそのままライフ受け。さあ、1対3。さあ、シャカムさん後がない。ラウンド9、ココタン。ユニットドライブ。さあ、今見逃しましたね、何が出た、リーフやから。さあ、ジグリとアタック、これはスルー。1対2。そのままエンド、ラウンド10、リミットラウンドです。さあ、これを貫通持ちが防げず、そのまま勝敗が消してしまった。さあ、赤井さんの勝利です、お疲れ様です。戦略の